はい、じゃあ今回は皆様からいただいた質問に答えていくコーナーです。今回の質問はこちらです。この真ん中割れ、くるりんぱのよくある失敗の一つの真ん中割れ、これを 100% しない方法がありますので、今から解説していきます。例えば先ほどのハーフアップですね。上半分の髪をくるりんぱするハーフアップなんですけど、これを全部まとめてしまうとどうしても真ん中割れの原因になります。なので真ん中だけ残すんですね。こういった感じで、こういった感じで、例えばこれありますね。この真ん中だけ残して、ここでくるりんぱします。こういった感じですね。この真ん中をのけて、でこの髪はゴムでするときに邪魔なので、こういう感じでクリップで留めます。そしてこれをくるりんぱしていきます。でこの時も横の髪ですね、横の髪広がりますので、広がりやすいので角度は斜め後ろにするのもポイントです。そしてもうこのままくるりんぱしますね。で角度を下げて毛束を引き上げます。ギュッと。それであとは毛束をほぐしっていう作業ですね。毛束を引き出してほぐしていくだけです。これで完全に真ん中割れしません。真ん中を残すことで。で、髪が多い方にもこのやり方すごい有効で、髪が多いとどうしても膨らんでしまうんですけど、横とか。これをすることによって膨らみも改善されますので、おすすめです。で、そのままでも可愛いんですけど、巻きを加えてさらに華やかにします。ね。で、この巻きも巻いた後こうやって指ですぐにほぐすことによって柔らかい質感になるので、ぜひ試してみてください。ヘアアクセはヘアカフですね。ゴムに差し込むだけの便利なアイテムを使えます。こういった感じで。はい。これで真ん中割れのない綺麗なくるりんぱハーフアップの完成です、はい。今回の方法なんですけど、すべての髪をまとめるポニーテールにも使えます。こういった感じで真ん中を残して、後ろでくるりんぱするだけですね。で、この残った髪も一緒にゴムでくっつけたりとか、ゴムアクセを使ってポニーテールを作ります。はい。今回は以上になります。こういった感じでくるりんぱはすごい苦手意識がある方多いと思うんですけど、くるりんぱゴム一つだけですので、で、これぐらい可愛いスタイルが簡単にできますので、ぜひこれを機にくるりんぱをいろいろ使っていただいて、可愛くヘアアレンジをしてください。